はい、えー、ジュニア女子のフリー、ちょっと波乱でしたね、波乱も少しありました。はい、正直に話します。はいえー、っとまず川勝レ奈選手、えー、アリス・イン・ワンダーランドです、はい。トリプルアクセル、失敗しました、ね、も挑戦しました。でもトリプルルトリプルトも転倒ですね、他のジャンプも転倒あったんで、うん、まあでもあの、決まったものは良かったんでね、ちょっと。 はいえー、いいところと悪いところが混ざっている感じですね。丸か×かという感じですね。決まれば丸、うん、っという感じが多かったんじゃないかなと質がいいですからねスピードも落ちなかったと思います。えー、関空スケートの1カさん選手一貫ン選手この選手はショートから気になっているんですよ、えー。今後も気にしてますす、まあ、ミスはあったんですが えー、今後も注目の選手になると思いますね。うんはい、中尾歩美選手。この選手は今年アーティストを使ってます。アーティストっていう曲ですね。本当この選曲は非常に良かったと思います。最初から引き込まれる、最後まで引き込まれる演技です。ただ、あのー、関東サマートロの時も同じようなミスが出ていて、トリプルループ。 あそこはちょっと前と同じようなミス、同じ全く同じミスでしたね。もう飛び上がった時にもう、もう、ーって開いちゃう感じですね。あそこは違うジャンプに変えた方がいいかもわかんないですね。うんで、トリプルルーツ、ダブルとダブルループは壁にぶつかって転倒ですね。うん。でも、このアーティストっていうプログラムは非常にいいなと思います。彼女、あの本当に花があるスケーターですね。うん 大竹佐子選手はレジェンド・オブ・フォールの素敵な世界観を披露してくれてます。はい、えー、ミスはあったんですけど、非常にやっぱり彼女もね、温かみそう、優れてますんで、はいえー、今後も難しいジャンプをもっと決めてきて、上に上がってくるでしょう。はい、うん。屈下いくら選手は、えー、っと、そうですね、非常に良かったと思います。キレもあったし。 はいでまあ、昨シーズンと同じ曲をまあ使ってますけど、あのー、やっぱこうトリプルループを、ねえー、前半に入れて、やっぱ昨シーズンは、ね、ダブルアクセルが2本続いたんですけど、まあ、それよりも、やっあそこをループにした方がバランスがいいなって思いますね、確かに。うん、で後半でトリプルルッツ転倒がちょっともってなかったです。まあ、3連続の予定ですね、でもまあちゃんとフリップで3連続つけれたんで、ね、巻き返してきたんじゃないかなと思います。はい えー、あとはこれをシーケンスもね、えー、少し振り付けを変えたところがあったように見えますね。うん。はい。えー、次、えー、金沢佳弥選手素晴らしい演技でした。はい。この選手最近すごいですね。あの昨シーズンジャンプの、ま、回転が足りないものも結構あったかなって思うんですが、今年はもうほとんどのジャンプの回転が足りていると思います。 ただ、最後のトリプルルッツは、けんのしたトロフィーの時もちょっとミスったんですけど、まあ、今回もちょっと手をつきそうになったかなっていう、ちょっとこらえ気味になってしまった感じがありますね。はいでまあ、プログラムの表現力だったり、表情だったりもすごく良かったです。で最後は、えー、向きを間違えてフィニッシュしてね、えー、あどけない笑顔が出てて、そこも愛嬌があったんじゃないかなと思いますね。駒、は、澤、い、選手、素晴らしいですよ、本当に。 運動神経もすごいと思うんで、えー、これからのスケーターですね。うん、はい。えっ、ー、と、村上春奈選手、素晴らしい演技でした。あのー、久しぶりにノーミスだったなと思います。木下の時は後半のサルコウ等でミスが出たりとか、こと結構ミスが多くて、木でもなくて、ちょっと、まあ、今年、ムーランやってるんですけどね、本当に、あのー、その、まあ、 木下の時から全然時間経ってないんですけどかなり詰めて練習してるかなっていう気がしますね振り捨ても良くなってましたなのでちょっとやっぱり木下の時はまあ、初お披露目だったのか分かりませんけどちょっと緊張感があったように見えたんだけど今回はそう緊張感ある中にすごく落ち着いて滑ってるなっていう感じがすごいして良かったと思いますね はい、えー、ジャンプ全部ノーミスでトリプル最後トリプルとまたストもよく決まったなと思います。まあ、本当に回転不足も少ないまあ、あ,るあるところはあると思いますけど、まあフリップジャンプは気になるけどそれ以外は本当に良かったですね。はい、えー、村本コーチとも、えー、ね最後終わった後に手をね、えー、パッとやってましたね。はい、嬉しかったなと思います。はい、えー、表情の四様こと えっと誰だっけ神崎紀之さんもね、されていますからね。はい。うん。えー、次、岡真由子選手は、クレオパトラのかっこいいプログラム、今年披露してますね。うん。はい、あのー、良かったです。良かったと思います。ただ、ジャンプが全体的に、あの、足首がちょっとくねってなって着地してますね。うん、なんかこう、着地するときに違和感がある、ちょっとなんかこう、くねってなっちゃうんで、で、後半の時に顕著になっていて、それがね。 ななんかそのせいいでミスが出たっってちょっと思いますねだからちょっと降りてくる時の位置がちょっとハンリーの頭の中と違うのかなっていうところなんですかねはい少し,少しすごく気になりましたうんでただやっぱりこうレイバックニースラですかね本当に素晴らしいですねうん本当これは本当岡真優子ニースラですはいうんはいえー、松並光さんは えー、プレッシャーですね。はい。まあ、村上さん完璧、金沢さん完璧、岡真優子さん素晴らしい演技と、いい演技が続いてたんで、ちょっとプレッシャー感じてしまったかなと思いますね。まあ、最終グループの一つ、前のグループの一番最後の滑走ということで、もう滑る前から表情が怪しいなっていう顔でした。はい、プレッシャーです。うん、まあ、あのー、三も決まらず、やってなかったです。三々もね、回避してて、 でまあ、あの決まったものが良かったものが多かったんですよ、ダブルアクセルの転倒があったりね、彼女はもっと躍動感もあってスピード感もうわーっとこう出してくるので、ちょっと緊張、完全に顔がね、緊張感に、えー、包まれてましたね。はいまあ、経験を積んでいくということですかね、まあ、実力者がいっぱいいた中で、ショート57点出してるんで、まあ、あのお母さんたちだったりを超えて、ショート上ですかで、やっぱり、あーっていうね。 わなんか強い子たちがいっぱいいるっていうね、緊張感があったかなって思いますね。はい。まあ、どあのやっぱりでも、こういった経験がまた生、ね、かされていくのかなってやっぱ思いますよね。うん。はい。えー、次。最終グループは,は波乱です。波乱です。最終グループ波乱。最終結果ってどうなったんだちょっと待って。順位が、ま、待ってね。まあいいや、とりあえずまず言ってくけど。 山田圭さんから始まったんですよ素晴らしかったです。ラプソディーンブル見事ですね落ち着いてたうんあの本当にジャンプもすべて落ち着いて決めていて山田圭さんこれど何位だったっけなかなりいい順位だったんじゃないですか本当に落ち着いてショートもフリーもジャンプ落ち着いててよかったですね彼女は躍動感でうわーってなっていく選手なんですが 今回のコントロールもできてるなってやっぱ思いますね。はじけちゃう時もあると思うんですけどね。あれ順位出てこない。ちょっと待って、はい。えっとね、順位が確か。あ出てきた。えっと、ちょっと、えっと、ああ、あとでね。うん。あ山田圭さんは4位ですね。最終順位が。はい、すごいですよ。4位ですよ。すごいですよ。実力者たちを超えてますからね。はい。そうすると波乱があったんですよ。そこのとこ話します。 えー、岡田芽衣選手がもう100%の出来でしたね。100点でした。もう本当、言うことないですね。言うことないっていうか、まあ、ちょっとジャンプの回転が怪しいものもあったけど、非常にキレがやっぱりいいなと思います。ジャンプの軸ね。うん。軸のキレが抜群ですね。もう、ジュリアングランプリへの準備できているというね、覚悟が伝わってくるっていつも言ってますけどね。そういう感じです。で、岡田選手はなんとね、2位なんですよ。素晴らしいですね。 はい。なんと2位ですね。ちょっと本当すごいですよ。あの、今シーズンはね、木下の時だったかな。もう非常に調子が良かったんですよ。確か、木下。うん。今年、岡田選手、これいきますよ。注目してください。はい。マルフィーセントは、マルフィーセントは、えー、継続ですよね。うん。えー、次、中山選手。良かったと思いますね。はい。あの、シンデレラ。うん。 あのつなぎも本当にやっぱり良くて途中でこう見せるスローパートのとこだったりでこう円をこうグーってこう描いたりとかねこう,なんかそう円を描くような振り付けが結構あるんですよなんかシンデレラが魔法使ってるみたいな感じ、ね、はいと時々あるんですよそういうこうクークーってこう回ったりするんですねそ,れそういう振り付けがねなん何個かあるうんそれ非常にいいですね素敵ですねはいシンデレラ はい、あの、また違った、こうね、他のシンデレラーとは違った、<laughs> シンデレラーっていうね <laughs>、とは違ったあの、スケーターですよね。はい、あの、演技を見せてくるかなと思いますが、トリプルアクセルが抜けてダブルアクセルになっちゃいましたね。まあ、これはダブルアクセルにしたんじゃなくて、トリプルアクセルを狙ってミスったやつです。はい、ミスった抜けですね。おそらく。はい。まあ、でもそれは一応、着地は出てたんで、 あのー、まあ仮定は出るかどうかは分かりませんがうんそうですねまあそれ以外本当に良かったんでうんただこれテクニカルエレメンツは63点なんですよね岡田目線じは69点だったんで結構中井さんのテクニカルエレメンツ抑えられたなと思います PCS は出たと思いますねさすがに出ますねなので中井さんが184.25で 3位で岡田さんが届かとロカーと。岡田芽選手184.38なんですよ。はい。なんで0.13点差で負けたと、中井さんが。はい。感じでしたね。ほんとね。どっかの回転が足りなかったのかなっていうところですかね。うん、本当とよかったですよ。素晴らしい。はい。見事なスピンとかも回転速いですね。うん。だから回転が足りないところあったかもしれません。はい。次。 はい、えっ、ー、と、カオルコさんは一体何があったんでしょうか、えー、和田ルコさんは一体何があったんでしょうか、今年タイ,タ,イタニックで、えーと、タイタニックの出航、ローズの愛、沈没、こういう、ねえー、3パートで編成されたプログラムですけど、非常にこうね、タイタニックっていうのが伝わってくるなと、でもねこの沈む、曲が沈むようなパートになった瞬間に、激しく転んだんですよ。 皮肉にもねはいだから本当に何だよ、すごい、それ、あの、そこに、あの、カルコちゃんまで転ばなくていいんだよって、ちょっと沈んじゃいけませんよって、ちょっと突っ込みを入れたかったんですけど、激しく転倒してね、ちょっとびっくりしました、僕は。はい、あの、ルッツジャンプでしたね。でもな、んか今日はね、ルッツには苦しみだと思います。あの、前半のルッツもミスで、で、フリップもミスだったんですよね。で、3つミス。 でまあ、ちょっと信じられないミスでしたで。木下の時はよりもひどかったですね、ちょっとね。木下の時はよかったと思うん僕は。だから、あのーん、ちょっとやっぱり、まあ、崩れるな、崩れちゃう、安定感ですかね、まだちょっと不安があるのかなって、ちょっと思いますね。うん、はい。まあ、ちょっと、まあ、しょうがないですね。玄さん、え、ね、っと、様かね。玄さん、様かですね。 これをきっかけにね、まあ、本当に伸びていくか,のかどうかって、まあ、シーズン始まったばかりなんでね、うんまあ、シーズン後半で一気にこうガラッと変わることってありますからね、本当ね、わ、うん、かりません。はい、ただ、なんと10位です。157.21で、これ村上春菜さん9位を超えてないですね。はい 10位に沈んでしまったという結果でちょっとびっくりです。はい。うんはいえー、続きまして、上園レナ選手。どうしちゃったのかなうん。上園さんもなんと10位を下げたけど、5位ですね。5位にとどまりました。山田健選手のは上に来ましたね。屈下いくらさんが6位でした。172.97ですね。 うん、あのー、上園さんは、ちょっと、あの、まあ、ラフマン力の金とね、アレンジを含めた曲ですけど、えー、っと、そうですね、まあ、あの、ジャンプのミスが、やっぱ後半にトリプルルッツがダブルになるミスが出てしまいまして、ここはもうミスがあったかなと思いますね。はい、えー、っと、そうですね、うん、ちょっとスピード感がなかったのかな、そんなこともないですかね。 ちょっとたまたまミスった感じですかね。はい、調子が良くなかったなんか、まあ、悪,く悪いようにも見えなかったです、全然ね。まあ、たまたまかなっていう感じですかね。はい、ちょっともう、ミスがもったいなかったなと思います。はい、まあ、決まったものは良かったんですけどね、まあ、今回はショートは良かったのに、フリーは悪かった、まあ、良くない悪いというか、あ,あんまり良くなかった。 まあ逆に木の下の時は逆ですね。ショートがダメでフリー良かったんで、まあ、ショートフリーを揃えるっていうところで、まあ、ショートうまくいったからフリーも完璧にやれば、ショートフリーやったっていう感じにね、ななあの、で、まあ、ちょっとあれかな狙いすぎたかなっていう感じですかね。もしかするとね。うん。わかりませんかね。自分にプレッシャーがあったかもしれません。はい。うん。えっと、次、最後、窓から見れる、あ、違う。 <laughs> まあ、えっと柴田真央さんです。はい <laughs> もう窓。窓から見れるっていう曲なんですよね。あの窓から見れるところローマ字でこう書いてあって、なんか。でも最初のボーカルでも窓から見れるって言ってて、俳句の感じの曲ならしいですね。はい、この曲のエンジンだ。その難しいなと思います。本当にシニアの中でもレベルが高いような。うシニアよりも。 シリアのようなもプログラムですよね。シリア顔負けというかね。はい。なかなかこう、ジュニア生でここまでレベルの高いプログラムをやれるってのはすごいなって思いますね。なかなかこのプログラムってすごいこう、お隣になって、何て言うんですかね。なんしみじみ演じるプログラムかなって思うんで、でそういうプログラムをね、まあ、でも昨シーズンとかも本当に難しいプログラムをやってますからね、おととしから、ね、ちょっとね。なんで、まあ、窓から見えるよう、こう。 すごいですね。はい。こういうプログラムができるって、なかなか難しいプログラムだと思いますよ。ね。あのそれをこなしてしまうってね、すごいなと思いますで。表情も本当に笑顔が多くて、躍動感もね、滑りにありましたね。うん。フォアのクロスだったりも、すごくこう、あの見てて、躍動感、ね、スケートが生きているなと思います。で、えー、っと、ほとスピンも完璧で、最後のコ,、ね、コンビネーションスピンの。 アップライトストレートの、ね、Y 字スピンの回転速度には、ね、お客さんから大きな拍手をもらってましたね。そこはやっぱ見どころになってきますよね。はい。ビーバンスピンもその通りです。 でえー、っと、ジャンプなんですが、トリプルアクセル、これはね、本当に完璧に決めていきました。前半、一番最初のジャンプですね。完璧です。はい。あの、僕はこう、今度ボーッと見てて、うわーって、ね、なりましたね。<laughs> ボーッと見てたら、なんかいきなり飛んできたっていうね。なんか彼女の演技、なんかアクセル、なんか難しいジャンプを期待するっていうよりも、なんか演技を気にするんですよ、なんか演技作品を気にするんで、僕は、あ なんか窓から見えるってなんか曲だなとこうやってボケッと見てたらいきなりトリプルアクセル飛ばれてね焦るっていうね感じでした <laughs> はいとに、まあ、そういうプログラムです皆さん、うん、ボおおんかすてなプロだなと思ってこう感心してたらいきなりドンとくるそういうプログラムです、ねうん、素晴らしいでは4回転等が多分3回転半目で沈没してちょっと斜めですねもう前傾した感じで飛んでるでバンと。 まで、ね、まあ、ツーフットっぽくなんか落ちちゃったんで、まあ、回転、点灯は招かれたようには見えたんですよね。ほぼ点灯的でな感じですよね。はい。でも他は本当によかったと思いますね。うん。得点がね、70、テクニカルエビンスの79点だっけすごい出てました、ね、なんか喜んでました。本人めちゃくちゃ喜んでて。えー、すごい安くね、やっぱ満足です。208.10、総合ね、出てますね。はい。PCS59 点ですね。 はいまあ今年はシンジアちゃんがね、めちゃくちゃこう、まあ、世界ジュニアでもう金を取る気が伝わってきてるんで、島田萌ーちゃん、はいえー、対決していきますよ、これから、はい、対決、ね、シンジアちゃんとの対決、うん、これから見ていきたいですね、ジュニアグランプリね。と、はい、いうところです。 はは、いで島田涼選手1位2位が岡田芽衣さん3位が田中井亜美さん4位が山田圭選手このね山田圭さんと岡田芽衣さんもすごいですね2位と4位すごいこれは躍進ですね上園さんが5位6位が田いくらさん7位が岡真悠子さん8位が金澤さんで9位が村上さんで10位が和田薫子さん11位が大竹さんで12位が松並さんとなりましたはい 金沢選手はね、僕はもうちょっと点数出てもいいかなってちょっと思ったんですけ、ね、ど、うん、あんま避けなかった言いい,いいや、はい、<laughs> バイバイ。